テレビアニメ薬屋の独り言の第17話あらすじ&場面カットが公開された。第17話、街歩きは国を滅ぼす原因にもなりそうな美貌の水の絵師に、猫猫は化粧で別人に変えてくれと頼まれた。日焼けして見えるようにおしろいを塗り、体にさらしを巻いて不格好な体型になり、平民の服を着て別人へと変身する水の絵師。一仕事を終えた猫猫は久しぶりの休みに里帰りを考えるが、睡蓮と光純に引き止められて自分も変装することになってしまい、水の絵師と共に街を歩く羽目に。同作は中世の東洋を舞台に、毒味役の少女が宮中で起こる様々な難事件を次々に解決する大人気高級謎解きエンターテインメント。原作は2011年10月に小説投稿サイト小説家になろうで連載がスタートした小説で、その後ヒーロー文庫で刊行、月刊ビッグガンガン、月刊サンデー GX にて漫画が連載中で、コミックスも発売されており、シリーズ累計3100万部を突破している。第17話、街歩き。